日本革命的共産主義者同盟第4インターナショナル日本支部日本革命的共産主義者同盟第4インターナショナル日本支部日本革命的共産主義者同盟第4インターナショナル日本支部略称第4インターは川共同系の日本の審査翼党派1956年に結成され2002年に 日本革命的共産主義者同盟に改称した。略称は単にインター、または四トロ、四トロと呼ばれることもあるが、四トロは対立相手からの別称で使用される場合が多い。主な指導者は、西教授、大谷志郎、岡谷進、大田龍、坂井吉、小田進など。機関士氏は、世界革命、旧、第四インターナショナル。学生組織は、 国際共産主義学生同盟。ヘルメットの色は赤。その上に鎌と土を逆向きにしたマークを黒く描いていた。一方、この組織からの分派は黒いヘルメットをかぶっていたプロレタリア団。極東解放革命などを掲げた。1957年12月、日本トロッキスト連盟が革命的共産主義者同盟、川共同に解消し、 1958年8月、日本社会党への全面的加入戦術の提起を却下された大田竜の一派が脱党して、トロツキスト同士会が結成された川共同第一次分裂。1959年1月、川共同議長だった黒田寛一が警視庁公安部に日本民主青年同盟の情報を売ろうとしていたことが発覚。 8月の川共同第1回大会で黒田を除名するが、本田信吉ら黒田を擁護したハンスター・リン主義派が、打倒、黒田と共に、革命的共産主義者同盟全国委員会を結成する川共同第二次分裂。1965年、川共同は、国際主義共産党、ICP、大田派と統合して、日本革命的共産主義者同盟。 第4インターナショナル日本支部を形成。70年代には極東解放革命求新主義統一戦線を掲げて、とりわけ三里塚闘争に力を入れ、1978年には成田空港完成党選挙闘争を主導し、日本支部が掲げた新東京国際空港の3月30日開港層のスローガンを実現させた。百九十一年。 第四インターナショナル統一初期局派の第十三回世界大会は八十年代初頭に表面化した性差別問題を理由に日本支部から支部としての資格を剥奪する。世界大会の決定は女性同士の意思に応じて女性同士を第四インターナショナルのメンバーとみなすとした。この時点で組織としての日本支部は解体した。現在、 日本革命的共産主義者同盟と国際主義労働者全国協議会、労働者の力の二つのグループが支部ではなくパーマネントオブザーバーグループとして第4インターナショル統一初期局に参加している。1987年に形成された第4インター女性解放グループは1995年に実質的に解散した。指導者は教授、郎、 岡谷進む。帰還ししは、世界革命、第4インターナショナル、プロレタリアート。1960年11月、第4インターナショナル、日本委員会多数派と統合して、第4インター、日本支部を形成。西、岡谷は、50年代初頭の日本共産党の、山村工作隊や、中核自衛隊などの武装闘争時代の体験から、 とりわけ学生の実力闘争主義的傾向には常に批判的だった。1957年に開始される日本共産党綱領論争において、京都の共産党学生対策部、学体の責任者でもあった西が執筆した、霊人主義の綱領のために、沢村義雄名義は、学生共産党員はもとより当時、共産主義者同盟が指導する全学連の内部においても、 よく読まれ影響を与えたという。しかし、60年安保闘争における全学連の都市戦術を厳しく批判し、また安保闘争よりも当時一方で公揚していた三池闘争を重要視し、三池全国単行国営化、労働者管理のスローガンを退治する傾向に当時の求心的な学生から経済主義者と批判され、批判を招いたと言える。指導者は 大谷志郎、酒井義知、今野求む、小田進機帰還世界革命、1976年から週刊化、96年に、架け橋に、海大、理論史、第四インターナショナル、不定期間。1965年2月、国際主義共産党、ICP、大田派と統合して、日本革命的共産主義者同盟。 第四インターナショナル、日本支部を形成。1966年頃に、前年の大田が指導したサンタマ社制堂による、立川米軍基地突入闘争、大田流の高三省と、日韓条約批准反対闘争の総括をめぐって、批判された大田が離脱。大田と ICP が形成していたサンタマ社制堂の、トローツキストフラクションも崩壊する。1967年、離脱した。 大太郎は第四インターナショナル日本支部を結成、一方で1967年頃から独自に形成されてきたトロツキストを標榜する社政道国際主義派が登場し日本支部に接近する。社政道国際主義派は68年の10.21国際反戦で新宿闘争への800人動員をピークに新しいトロツキスト潮流の登場を印象付けた。 1969年の東大闘争における安田行動工房戦では、社政道国際主義派の学生メンバーを中心とした日本支部の部隊は、本郷の封建六号館を担当して、牢上、機動隊と衝突した。その際に、篠原はじめ教授の研究室が破壊されて、マイクロフィルム資料が消失した件について、丸山真男東大教授が、 学生たちはナチスでさえやらなかった暴挙を行ったと発言しことは有名である。後に当時の日本支部の牢状部隊の指揮者はたまたま自分たちが担当した建物に篠原の研究室があったのであってただ単に寒かったから書類やフィルムを手当たり次第やして弾を取っただけ。丸山の感情的なものを言いは日本の進歩派は こんな程度なのかと当時こちらが驚いたと1996年に機関紙で明かした。同年、社制度を国際主義派は日本支部に正式に合流して学生組織、国際主義共産学生連盟へ、学生インターに発展する。酒井らの新しい世界的青年反乱の時代の始まりを基本的女性認識とする急進主義派と西らの旧関西指導部の 労働者革命主義とでも言うべき当時としては、右派的な傾向がしばらく共存した日本支部だったが、1969年5月31日に、起こった大阪教員組合主催の沖縄奪還大教祖全員集会2第4、インター系の国際主義高校生戦線のメンバーを含む210人の反戦高校生が主催者精子を破って乱入し、 団状を占拠するという事態の評価をめぐって論争が発生する。西派は高校生の行動は運動破壊に過ぎないと断じたのに対して、境派は現在起こっている事態はフランス5月革命に代表される新しい世代の新しい挑戦なのである。青年の文字通り急進的な大衆闘争の発展を伝統的改良主義運動の抑圧から、 防衛しようとなければならないと反論、堺派が多数となる。以後、西は、指導部の第一線からは退き、全人民求進化の時代という情勢認識による極東解放革命、沖縄、韓国の軍事化を前提とした日本、本土の日本社会党及び日本共産党的な一国平和主義に反対し、反植民地運動アジア人民と、 本土人民の連帯と結合による東、アジア総体の反帝国主義闘争の公用によって、米日韓軍事同盟を打ち破るとする理論を掲げた、ラディカリズムの局としてのトロツキスト運動を牽引する、堺・織田の路線が、70年代の日本支部の基調となる。この、極東解放革命路線の下で、日本支部は、その他、霞ヶ浦高浜入り干拓事業反対運動、 監督事業は1978年に中止を決定やロッキード疑国球団闘争などの大衆運動に積極的に取り組んだ。日本支部は最上級機関の政治局と各県委員会、地方支部から選出された中央委員会を設置する民主集中制による組織運営を採用した。しかし、日本共産党や中核派の運営方法と違って、 大会や上級機関の決定に反対あるいは保留する組織内分派の形成を容認していた点にその組織論の特徴がある。また大会での重要案件については賛成、反対両派のパーセンテージを公表していた。あるいは指導部や大会決定に反対する分派や個人の声明や論文も積極的に機関紙に掲載していた。この方法論は 第4にインターナショナル統一初期局共通のものであり、現在の JRCL に受け継がれているが、日本支部から分裂した一方のグループである労働者の力は、民主集中性そのものを否定て、全国協議会というスタイルを採用している。その路線的特徴としては、観光労などの労働者本体の戦闘家とその内部での組織化を推し進めつつ、 当時ベトナムに代表された植民地解放運動や労働者本体の外で展開されている三立化や公害などの住民運動や部落解放運動を結合することによって人民総体の反帝国主義化による権力闘争の功用を図るとでも言うべきものだった。また、左翼内部の物理的構想、内下馬や枠弾などを用いたテロリズムを否定して大衆運動主義、 大衆的実力闘争を掲げていた。1972年以降、それまでの震災翼運動の三大党派であった、角丸派、中核派、解放派が、三つどもえの、内下馬戦争を激化させ、一大勢力だった、文と、社学道も四分五列した中、日本の震災翼の中ではむしろ暴流的存在だった、日本支部は、急速に勢力を伸ばしていく。 1974年の春闘では、当初はゼネストを古豪したにもかかわらず、最終的には政府との妥協によって、ゼネスト中止を決定した総評指導部に逆らって、日本支部が強い勢力を持っていた宮城県に、おて、宮殿連校舎の労働者を中心に、全宮城ゼネスト貫鉄共同闘争委員会を結成して、4月8日から11日にかけて、公務員部門の郵便、 国鉄、電信を中心として、民間の一部において刊行された宮城ゼストを主導した。日本支部は70年代を通して、総評成年教のイニシアティブ打権をスローガンに掲げ、その取り組みは80年代初頭の電通労組、国鉄における鉄三郎の結成などに結実する。学生運動の分野では、全学連のセクト化反対、内側和を排した。 学生運動を掲げて全学連の再建をスローガンに東北大学、秋田大学、山形大学、芝浦工業大学、上智大学などに一定の勢力を有した。1975年には国際主義共産学生連盟、学生インターと国際主義高校生戦線、そして主に東北地方の反戦青年委員会のトロツキストフラクションとして 青年労働者を組織していた国際主義労働委員会指導者、石森健、大門健一、遠藤一郎らが統一して青年組織、日本共産青年同盟を1400名で結成する。また、自衛官向け宣伝し兵士と労働者、80年代半ば頃まで発行を発行し自衛官の組織化を位置づけていた。あるいは、社会主義を目指す。 婦人運動をスローガンに、婦人通信を発行し、1978年に、女性大衆組織、社会主義婦人会議を結成する。1978年3月26日、空港包囲突入、選挙をスローガンに、成田空港開港を阻止する、実力闘争を構造改革派のプロレタリア、青年同盟、共産主義者同盟選挙派と共に展開し、通称、 赤ヘルサンパ地下道から空港内に突入した15名の行動隊が空港の管制塔に突入して通信機器を破壊した。それと同時に4000名もの実力闘争部隊が空港各所から突入し、ついには警官隊が発砲する大騒乱となり、成田空港の開港を2ヶ月遅らせたいわゆる管制塔選挙闘争を主導した。80年代に入ると、 成田空港の二期工事着工組止空港配港を最大のテーマに反戦反安保反核労働運動の右翼的統一反対などを掲げて運動を展開する。1982年、三里塚現地闘争本部の指導的幹部による組織的な性的暴行が被害女性メンバーの告発によって発覚する。当初は事態の真相や加害者の行為の定義をめぐって、 組織内部で議論が紛糾する。議論の末、女性の望まない性的接触は全てレイプであるというフェミニズム的解釈を受け入れ、加害者の行為をレイプと定義し、1983年に組織として問題を公表し、自己批判した上加害男性メンバー4名を除名処分した。また、組織内調査の結果、複数の女性の望まない性的接触及び、 女性差別的な組織対応が発覚し、加害男性メンバーはいずれも除名される、いわゆ、る ABCD 問題。この同時期、日本支部は三里塚闘争の方針をめぐって、中核派との対立を深めていた。農民の土地を多くの支援者たちで共有することで、空港公団の土地取得を困難にさせる、いわゆる、一坪再共有化運動の是非をめぐる、 空港反対同盟内の農民の対立を背景に、1983年3月8日に、空港反対同盟は、日本支部などが支援する、厚田派と中核派などが支援する、北原派に分する。この分裂に際して、新しい方の反革命と化した第四インターが、一つ母共有化によって、土地を政府、公団に切り売りしようとしているとした、中核派は、 1984年の1月に同時5カ所の日本支部メンバーの自宅、そして7月にも同時に3カ所のメンバー自宅を襲撃し、計8人の日本支部メンバーを頭蓋骨陥没や左足切断の重傷者2人を含む負傷をさせる。このテロに対しては、日本支部は物理的報復ではなく、中核派球団キャンペーンを後半に行うことで、運動権において、 中核派を孤立化させることに一定成功する。しかし、組織の集団生活化も含むテロへの警戒体制の中で、組織内女性差別問題発生の根拠と総括をめぐる議論が中断することになる。その一方で、国鉄分割民営化反対運動の敗北の総括と総評の全民労協への吸収過程、後に連合を形成するをめぐる評価、 堺義吉知良政治局多数派の階級の敗北論や労働運動方針などをめって1987年頃から公然と分派闘争が開始され、このことも女性メンバーの不信を募らせる結果になり、数年かけて女性メンバーが日本支部の組織から総離脱していくことになる。1八十七年に女性メンバーによって第四インター女性解放グループが結成され、 これへの対応をめぐって、女性メンバーの組織内独自結集に反対した第4インターナショナル日本支部再建準備グループが分裂。さらに1989年には第4インターナショナル日本支部全国協議会労働者の力が分裂した。1991年第4インターナショナル統一初期局派の第13回世界大会では日本省委員会の報告と、 提案が報告され女性メンバーたちを除いた旧日本支部の状況を第四インターナショナル支部としての資格欠如と判断したこの時点で日本支部は日本革命的共産主者同盟と解消その根拠は80年代初頭に表面化した ABCD 問題による性差別問題に男性メンバーの側が自己批判総括を行い得ていないことその結果 女性メンバーたちの一部が独自のグループを結成する第四インター女性解放グループ自体をもたらし、女性と男性が事実上別個の組織に属するという事態を引き起こしていた点や、また女性メンバーすべてが同グループに結集できていたわけではなく、組織内分派として承認しないと主張して分派闘争を始めていたメルトにも、急に本支部女性メンバーは参加していた。 世界大会の決定は、女性同士の意思に応じて、女性同士を第四インターナショナルのメンバーとみなす、というものであり、女性解放グループが、日本支部としての資格を承認されたという理解は、誤りある。しかし、この時点で組織としての日本支部は事実上解体した。第四インター女性解放グループは、結集軸であった、社会主義婦人会議が1995年に、解散し、 それと共に、女性解放グループの活動も停止した。現在、日本革命的共産主義者同盟と、国際主義労働者全国協議会、労働者の力の二つのグループが、支部ではなく、パーマネントオブザーバーグループとして、第4インターナショル統一初期局に参加している。百七十五年に、中核派から第4にインターに加盟し、九百八十年に、 脱退した村岡いたるは同年に政治グループ稲妻を結成するが1995年に解散を発表。その後ロゴスの会オルタフォーラム級などを運営している。2007年には政治の変革を目指す市民連帯に関与している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。